あ、まみちゃんお疲れ。うん、俺も今来たとこだから。お腹減ってるよね。じゃあなんか食べ行こっか。んあえへへ。手繋ぐのはやめとこあ、俺やっぱあのー、周りに変な目で見られちゃうからさ。ええー、ダメダメダメ、やめとこほら、あの、雨も降ってるし、傘持たないといけないからね。あーもうもう、それぞれの傘、それぞれの傘で行きましょう。ね、ね。はい。どう美味しい ああ、よかった。んあ、いやいやいや。俺もおじさんだけど、たまにはこういうおしゃれなカフェとかも行くよ。あ、ここ、インスタで見つけてさ、いや、行ってみたいなと思ってたんだよね。うん。あ、パスタの写真撮る俺、どけようか。あ、撮らない。大丈夫あ、ケーキ来た時に撮るか。撮らないのいいのいインスタ映えだよ、インスタ映え。<laughs> 大丈夫あ <laughs>、いい、大丈夫、大丈夫。もう俺が払うから。 えいつも払ってるっていうかもう、そういうもんだからね、うん。うん、いいのよ。お金は意外と持ってるからさ、俺。うん。いいのあなたはお金のこと気にしなくて。ね。<laughs> ボーリングあ、いいね。行こう行こう。あれここら辺ボーリング場ないよね。あれどこが一番近いかな。あー。あ、でもそこら辺だと、まみちゃんの大学の友達に会っちゃわない <laughs> いやいや、嫌でしょ。いや、だって、どうせまた、 援助交際とか言われちゃうよ <laughs> 前、居酒屋で飲んでたら、隣の席の人がちっちゃい子で喋ってたね <laughs>。え、いいのマジお<ー>ああ、惜しい <laughs> <laughs> あ、大学のお友達あ、こんにちは。<laughs> あ、僕あの、まみちゃん、吉永さんと、バイト先が同じで、武田です。<laughs> あ、いえいえ、付き合ってないですよ、まさか。ね、付き合ってないです、付き合ってないです。あの、あの、僕、芸人やってるんですけど、おじさんなんでおしゃれとかわかんないんで、あの、吉永さんによく服とか買い物付き合ってもらってるんですよ。はい。で、今日もそんな感じで、ね。ね。はい。<laughs> あやっぱり会っちゃったね、お友達と。<laughs> もうあそこらへん行くのやめとこうね。<laughs> えへ、よくないでしょう。 いや,いや俺はいいけど、変なこと言われるのまみちゃんの方だからね。いや、歳離れてるだけならまだしもさ、芸人やってるっつのがまたね。<laughs> ああ、今度のライブ、これそうなんだ。ああ、ありがとう。お友達もえ、そのお友達は、付き合ってること知らないよね。ああ、よかったよかった。え <laughs>、やいや、ダメダメ。言っちゃダメに決まってるでしょ。え、なんでってそんなの、 心配されるだけだからさ。ね、言わないでおいて。うん、あ、お金はいらないから。あー大丈夫、大丈夫。いや、お友達の分も大丈夫。まあ、チケットノルマはあるけど、いいの、お金のことは心配しなくて、ね。<laughs> はこないだのライブ、お友達じゃなくて、お母さんと来てたのちょっと待ってよ、それダメだって。 いや、ダメだよ。えーまず、お母さんに付き合ってること言ってないよね。言ってんのちょっと、もう言っちゃダメだから。いや、ダメに決まってんじゃん、そんなの、心配されるだけなんだからさ。俺、マミちゃんのために言ってんだからね。しかも、お母さんくんだったら、もっとこの、有名な人とかが出てるライブにすればよかったのに。ええー、俺を見に来てるかもしんないけど、もうどうせならってこと。 しかも、わ、それ知ってたらあのネタやんなかったよ、もえ、いや俺もさ、ほら、あの、いろいろ試しながらやってるからね。それ、分かってるよね。ああ、もう。吉永さん、四番択におしぼり四つお願いします。吉永さん。まみちゃん。ちょっと。吉永さんって呼んだ時もちゃんと返事してよ。ね、最近態度やばいよ。 他のバイトの人たちに付き合ってんのバレちゃうからちゃんとしてダメに決まってんじゃんバレたらずっと言ってんでしょ、えー、俺がここでバカにされてんの知ってるでしょ俺と付き合ってんのバレたらマミちゃんが変な目で見られるんだからねえそれ本当に私のため私のため私堂々と付き合ってるって言えないのは 売れないおじさん芸人だからとかじゃなくて、本気でやってないからなんじゃないのないのないの,ないのどうも、あれでしたー。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> あ、そうですね。はい。あの、こういうピーターパンの格好をして、まあ、そうですね。あの、世の中のイラつく人のあるあるを言ってくみたいなネタなんですけど、って、ネタの説明させないでくださいよ。恥ずかしいな。<laughs> 普段すか <laughs> あそうっすね。普段は、えっと、居酒屋でアルバイトしてるフリーターですって。おい芸人、芸人芸人だからオーディション受けに来てんでしょやめてくださいよ、本当に。社員になった方がいいんじゃないわ40歳の芸人に絶対言っちゃダメなやつね <laughs> 雨、降ってきたね。 まみちゃん、俺、いい加減ピーターパン卒業するわ。<laughs> いや、まみちゃんの言う通りさ、10年間もずっとピーターパンのネタやってるやつが、本気でやってるわけないもんね。いい加減、大人になるわ。ああ、違う違うあ、芸人辞めるって意味じゃなくて、 別のキャラ探すってこといやキャラさえ見つけたらいけると思うんだよね飛飛べる飛べるるどうも結婚式の日など大事な日には必ず雨が降ってしまう「雨男武田」です。 今日はそんな日本一ついてない僕が日本一ついていない実話をお話ししたいと思います僕は普段居酒屋の社員として働きながら芸人をやってるんですが先月初めて芸人のお給料が居酒屋の社員のお給料を超えたんですね喜んでそのことを妻のマミに伝えると妻はこう言ったんですおめでとうじゃあ7割でいいよ レニブモー。終わったはずなのにヘリブハゼを追いかけるろああ、たの幻、消すように、私も今日は外、はめ